今日はチャイナタウンを通ってダウンタウンへ向かいたいと思います。今回のテーマはポケ丼。ポケ丼調査隊となってオアフ中を駆け回ってきました。とその前にこの辺り、ハワイでも一番危険とされている地区です。チャイナタウンの川沿い、正直車で通り過ぎるだけでもかなりドキドキしてしまいます。できることなら皆さんは近づかないようにしてくださいね。それではポケ丼調査隊出動、レッツイムア。チャイナタウンを抜けてダウンタウンへやってきました。最初のお店はアロハポケショップ。ダウンタウンにある小さなレストラン街の一角にあるポケショップで、私も今日初めて来ました。今日のスペシャルはハマチ。せっかくなので頼んでみたいと思います。オーダーの仕方はこちら。まずはサイズを選んで、ライスの種類、ソース、そしてトッピングを選びます。今はコロコロ騒動中ということで、ビニールシート越しにオーダーしました。こちらが今回オーダーしたポケ丼になります。通常は月曜日から金曜日朝6時から午後3時までのようですが、今は時間短縮で10時半から1時半になっています。ではオープンしてみましょう。今回オーダーしたものはアヒミハマチ、ソースはスパイシーマヨネーズ、トッピングはオゴ、キュウリ、玉ねぎ、イナモナを入れてみました。ちなみにトッピングの方はいくつ選んでも自由だそうです。お魚の方はお年寄りや女性でも食べやすく小さめにカットしてあります。スパイシーマヨネーズなのですが、それほどスパイシーは感じませんでした。酢飯の方はがっつりお酢が効いていました。お酢好きにはたまりません。さて2軒目はこちら、ワイキキからもほど近いモンサラットに来ています。この辺りは私たちの YouTube でも何度か紹介していますが、美味しいものがたくさんあるストリートです。こちらのお店は日本の寿司屋さんのようにクオリティが高く、しかもリーズナブルということで私たちの間では人気のお店です。マーケットシティの方にももう1店舗ありますが、今日はモンサラット店へお邪魔したいと思います。メニューはこんな感じになっています。我が家では刺身ボール、サーモンイクラボール、スパイシーアヒボール、ロール寿司が人気です。お店のインフォメーションはこちら。大抵は日本語を話すスタッフがいるので安心してオーダーしてくださいね。では早速いただきます。ハワイ寿司では毎日30食限定でお値打ち丼が出ます。その日によって食材は変わりますが、これでなんと6ドル。今日はアヒ、サーモン、そしてハマチが入ったスパイシーポケボール。これで6ドルはお得ですよね。ハワイ YouTuber のアンディ・トレードさん、ワードの5ドル弁当に飽きたらこちらはいかがですか。3軒目は割と最近できたばかりだというポケショップにチャレンジしてみたいと思います。こちらはワイキキからも近いカパフル通り、パパジョーンズと同じ建物にありました。では早速行ってみたいと思います。少し奥まったところにお店があるので、知らなかったら通り過ぎてしまいそうです。お店の名前はシェフズポケ&スシロール、なんかそのまんまですね。こちらがメニューです。最近はこのようにオーダーの手順が書いてあるところが多いので、英語がわからなくてもオーダーしやすくなってるのではないでしょうか。まずはお魚をチョイス、
その後はソースを選んでライスかサラダを選びます。ちなみにステップ2のソースのところに書かれているお魚はシェフがこのソースにはこのお魚がおすすめだよというチョイスだそうです。ロール寿司ボックスは見た目も可愛くお土産にも良さそうですね。次回チャンスがあったら買ってみたいと思います。壁に描かれたロール寿司もなんだか可愛いです。ポケショップにしては店内は少し広め。いつになったら店内で食事ができるのか待ち遠しいです。お店のインフォメーションはこちら。ビジネスカードにもウォールアートと同じ絵が描かれててとても可愛い。それではオープン。わお、見た目も綺麗ですごく美味しそう。こちらもオープン。わお、新アスパラガスにイクラが入っています。すごく美味しそう。両方ともビジュアル的にも最高。それでは内容の方を詳しくご紹介。こちらはサーモンとハマチのミックス。ソースはわさび醤油。ご飯の代わりにサラダをチョイスしました。スモールサイズで8ドル50セント。こちらはレギュラーサイズでアヒとサーモンのミックス。ソースはハワイアンソースブラウンライスをチョイスしてみました。レギュラーサイズの方にはケールのおひたしとイクラがついてくるようです。4軒目は言わずと知れたニコズフィッシュマーケットへ来ました。ポケ丼のオーダーはレストラン側ではなくこちらのストアの方でオーダーします。レストランで使っているドレッシングもこちらで買えます。フィッシュマーケットというだけあって新鮮なお刺身やお寿司もこちらで購入できます。こちらにはなぜかワンカップ大関が売られていました。ポケ丼の注文はこちら一番奥でします。ニコズではまず白米か玄米かを選び、お魚の方は3種類まで選ぶことができます。ということで今日はアヒのアルティメイト、そしてカリフォルニア、もう一品はなんとロブスターにしてみました。いつものチョイスだとお隣のガーリックシュリンプを選びますが、ロブスターのポケは初めて見たのでどうしても食べたくなって試してみました。お店のインフォメーションはこちら。少し早めに閉まることもあるので行く前にチェックしてから行ってみてくださいね。ロブスターだけ別のボックスに入って VIP 扱い。ビジュアルは最高です。通常ですとこちらの丼に3種類のポケが載っていますが、今日は VIP のロブスターを選んでしまったので2品盛りになっています。このローカルチックなワイルドな盛り付けにも食欲をそそられます。それではいただきます。お魚のピースは少し大きめのカット。ソースが絡んでいてもお魚の新鮮さがうかがえます。 VIP のロブちゃんもいただきます。チャイナタウンへ戻ってきました。今日は一度は試してみたいと思っていたあそこへ突撃。こちらはチャイナタウンの一角、ケカウリケマーケット内にあります。周りには野菜やお肉、お魚屋さんが並んでいるところです。一番奥にお目当てのお店を見つけました。こちらマグロブラザーズ。ワイキキにも店舗がありますが、ワイキキ店は夕方からオープン。ランチ時はチャイナタウンと2カ所で展開しています。待っている間にショーケースの中を覗いてみました。タコ、ウニ、カキ、どれも美味しそう。次回は買いに来ようかな。メニューはこちら。
種類がたくさんあるので悩んでしまいます。でもお店の名前がマグロブラザーズだからやっぱりマグロは頼んでみないとね。やはり人気店とあって人はひっきりなしに入ってきます。お店のインフォメーションはこちら、時間帯を間違えないでね。お魚屋さんだけあってお刺身のカットも大きめ。今回はポケ丼特集ですが、お刺身が気になってしまったのでちらし寿司とポケ丼のコンビネーションにしてみました。ビジュアルも綺麗でそそられます。ポケのピースは小さめ。ポケももちろん美味しかったのですが、お刺身自体がものすごく美味しかったので、次回は中トロとかオーダーしてみたくなりました。さて、ハワイポケ丼特集前半はここまで。後半に続きますのでお楽しみに。